ちら一つ村上さんでやってみるかという本のタイトルなんですけど、これはあの村上春樹さんにメッセージを送ると、はい、直接その村上さんが返事を書いてくれるっていうサイトがあって、うんうん、シリーズだけで4冊ぐらい出てるのかな、うんうん、っていうやつのこれあの2006年のもので、この時に村上さんがある言葉を作ったんですね、はい、それが小括弧と言います。どういう漢字を書くと思います？わからないです。小括弧というのは、はい、ごめんなさい下手ですいません。小括弧というのは、はい、小さい確かな幸せと書いて小括弧と呼びますと、うんうん、この本の中で、まあ、村上春樹さんが、言ってるのは、まあ、やっぱり悩みが送られてくるので、はい、事件に巻き込まれて生きづらいとか、まあ、もともとそういう性格とかでなんか世の中って良くないですねみたいな、うんうん、いろいろなその悩みが相談されるんですけど、はい、でもまあその小さいけど確かな幸せ、小学校、うんうん、あの例えばご飯が美味しいとか、うん、僕だとまあその気分がいい時の空が青いとか、はい、うん、気分が悪くても雨の匂いって良くないです？別に良くはないです。なんかその夜仕事が終わって、はい、うん、帰ろうっていう時に、うん、なんかその独特の今、はい、匂う雨の匂いってあるじゃないですか、はい、そのアスファルトの湿った匂いみたいな、はい、あれなんか幸せだなって思いません？なんか高校のくらいの時まで、はい、いろんな記憶がわっときて、うん、何があれ気持ちいいんでしょうね。わからないです。なんか生きてるって、俺生きてるって思うんですよ、はい、っていう時に小さいけど確かな幸せ、小括弧を味わうんですけど、うん、体調なんか小さいけど確かな幸せってありますか？寝る時じゃないですか。寝る前、寝る、はい、寝つきは早い方ですか？寝つきはすぐです。眠ーまでギリギリまで働いて、うん、パターンといくタイプ？もう決まった時間に寝るんですよ。あ、決めてるパターンですね。はいはい。寝る時僕はどっちかっていうとあの、うん、マーフィーの法則とかシークレット、はいはいはい、メタシークレット、斎藤一人、はい、あの辺を寝る前に、うん、あとソルフェジオみたいな528MHz、はいはいはい、魂の損傷を治すみたいなのを聞きながら寝るんですけど、うん、ああいうのがなくても寝れるタイプですか？ああいうのがあると寝れないですよ。雑音、雑音、寝るときは寝るんですよ。で、あ、幸せってなります？寝れる幸せがあるじゃないですか。あ、その小さな幸せってそういうことですよね。多分ね、そういうことです、はい、って思ったので寝ることって。あ、何かすっごいいいことがあったとかっていうよりは、今日も一日終わったみたいなっていうのかなと思って寝ることかなっていう、っていうのが書いてあって、はい、時々なんか忘れがちになると思うんです、うん、あの今この普通でいるのを忘れそうに、はい、特にまあ嫌なこととかがあると、うん、なんか僕の場合は、まあ、49まで来て多責思考は減っては来てるんですけど、うん、なんかいいことないみたいな、うんうんうん、のは思う方なんですけど、ちょっと待てと、うん、確かな幸せを見逃してないかいっていうのを、こういうのを見るたびに思い出さずにはおられません、はい、うんうん、ごきげんようっていう話をしながらね、はい、二等兵どうかしてる感じが今漂っていると思うんですけど、うん、これやっぱり僕は考えすぎてるんですよね、うんうん、おそらく、うん、でこの辺を例えば三浦淳さんに話を聞いたとすると、うん、まあこちら、どうやら俺たちいずれ死ぬっつうじゃないですか、うん、っていう本、ここで三浦淳さんとリリー・フランキーさんがやりがいとはというテーマで話をしてるんですね、うん、で、まあ、三浦淳さんがおっしゃるには、やりがいを得るには飽きないふりをするというのが大事になってくるよ、うん、あとリリー・フランキーさんは、結果ではなくやり続けることの達成感そのものが、うん、やりがいの一つであるという話をしていてですね、うん、まあ、我々も4年目でしたっけ、はい、4年目ですね、4年目ですね確か、はい、でようやく
3000人、はい、これ全然誇れる数字じゃないですよね、うん、4年で3000人っていうのは、はい、全然多分あの相撲で言うと、はい、大関霧島ですよね。まあ引退しちゃいましたけど、はい、とっくの昔に、うん、時間がかかったっていう、はいはいはい、大関になったのが、うん、一番遅いペースでなったっていう、うん、ただまあやっててよかったとは思いますよね、うん、まあ、こういったあの、はい、つながりもそうですし、うん、でまたこのやりがいとはの中で、例えばそのなんでやってるんだろうっていう意味とか、うん、そのこのやり続けていく中で迷った時に俺何やってんだとかって思うことが多分あるよねって話で、ただその自分が自己が何かとかやりがいってなんだみたいなのも、この三浦淳さんとリリー・フランキーさんもそれがなんだって問い詰められたら、多分僕たちもやりがいのなさに泣き出しちゃいますと。で三浦淳さんがおっしゃるのは、やりがいっていうのは今より先のことと関係してきますよね、うん、頭で考えても未来のことなんて当たった試しがないし、うん、いくら予想しても考えてもしょうがないっていうことに早く気づくべきだよね、うん、そういう無限地獄みたいなものに陥った時は、自分の両手を見て今右手が上がった、うん、左手を横にした、それだけを考えろって、うん、仏教の本に書いてあったよなんていうことを書いていらっしゃってて、まあ、三浦淳さんは、うん、マイ仏教っていう本を出したりするんですけど、うん、で本の締めの方で三浦淳さんがおっしゃってるのは、結局は飽きないふりをするっていうのが大事になってきますよと、うん、三浦淳さんは俺一つだけ自分に才能があるとすれば、うん、飽きてることを飽きないって言い切れるだけなんですよねと、うん、それは当然、エロスクラップも、うん、嫌げ物もゆるキャラも飽きたと、うん、飽きてるのは分かってると、ただそれを飽きないふりをする、うん、そこにしか活路がないんですと、うん、オリジナルなんてない、うん、新しいことを見つけられるなんて思ったこともない、うん、だから一つのことを飽きずにやるっていう、うん、そこしか俺の道はないと思ってるんですっていうのをおっしゃってて、うんうん、はい、私はちょっと HSP の毛があるので、はい、俺ってなんだとか考えたりしますし、うん、はい、事故の確率もされておりませんし、うん、日々落ち込みますが、うん、まあ、これだけはね、はい、あ、飽きてもいませんし、はい、続けていこうかなと、うんうん、思っており、なんか僕ばっか喋ってますね。大丈夫です、調子悪いですもん、はい、なんていうのを思ったりするんですけど、うん、何かこの三浦淳さんの、はい、これを聞いて何かありますか。ちょっとなんか粘り強い方ですか、はい、飽きない、飽きる、もうこれ実は実際飽きてる、僕のこと飽きた、飽きてない、まあずっとやりますよ、ウクレレもずっとやってますもん。あ、僕もそのつもりで、はい、うん、どこかでねなんて、はい、どこかで何かが結びついて、まあ、うん、この結びつきもそうなんですけど、うん、なんていうのを思っています、うん。